まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。今週はご覧の話題をお送りします。はじめに6月17日に開催されたアートワークショップ、みんなで壁画を描こうの模様をお伝えします。アートワークショップみんなで壁画を描こうは、障害学習センターの体育館の壁面や柱をキャンバスにして、受講生みんなで壁画を制作するというものです。荒川コミュニティカレッジ1期生で区内の学校などの壁画も手掛けている多田浩二さんを講師に迎え開かれました。壁画のテーマは緑。5月27日から全5回のワークショップを通してペイント作業などを行い、7月頃の完成を目指します。この日は受講生が参加して作業を行うワークショップの最終回。参加者20人ほどが3グループに分かれて下絵作りと色塗りを行いました。こんなに色が変化しているのが本当みんなの協力ですごいなって思います。やっぱりよくここには遊びに来ているので、これまで真っ白だった壁もなんかみんなが楽しめるようになればいいなって思ってます。今現状の、色塗りをですね、すべて完成させて、あとですね、この中に小動物がいるんです。鳥がいたり、これからリス入れたりウサギ入れたりとか、隠れたところにいろんな動物を入れていこうと思ってるんです。そういうふうな形でですね、ちょっと楽しみを残しながら前へ進めていこうと思ってます。地域学習が大樹のように荒川の地に根付くことを願って、多田さんがデザインした壁画、完成後は鑑賞会が開かれる予定です。受講生たちの手で描かれる世界に一つだけの壁画、完成が楽しみですね。続いてはこちらの話題です。6月18日、都立小久野原公園で自然観察会が開かれました。平成5年に開園した小久野原公園は、池や湿地、樹林などさまざまな環境が整備されていて、区内でも特に生物多様性が豊かな場所です。自然観察会は毎月1回のペースで、その季節に応じた、自然をテーマに荒川区環境課の協力のもと行っています。まずはこの自然が当たり前じゃないんだっていうことを知っていただきたい。でまた、これを通してですね、いろんな自然とか生き物に興味を持つようになっていただければいいなというふうに思ってます。この日の自然観察会には近隣に住む親子などおよそ30人が参加しました。観察したのは東京都レッドリストで準絶滅危惧種に指定されている貴重なチョウトンボです。チョウトンボなんですけれども、こうひらひらとチョウみたいに飛びながら、飛ぶトンボの仲間で、で本当に羽がすごく綺麗で、こう角度をつけてみるとこうキラキラと宝石みたいに青く輝くトンボなんて言われてます。で、産卵環境なんですけれども、こういう水辺に、こう植物がある場所で産卵するというふうに言われています。この日は小状トンボも観察、さらに草むらをかき分けるとバッタの幼虫にも出会うことができました。参加した子どもたちは元気いっぱい生き物との触れ合いを楽しんでいました。塩辛トンボのメスと小状トンボです。これです。なかなか貴重な機会だと思いますし、トンボ一緒に取れて楽しかったね。また続けてほしいと思います。次回の小久野原公園自然観察会は
7月30日に開催予定です。詳しくは小久野原公園サービスセンターまでお問い合わせください。続いてはこちらの話題です。6月18日由比の森荒川で子ども司書養成講座が行われました。小学4年生から6年生を対象に行われた子ども司書養成講座。これは図書館で働く司書のさまざまな仕事を体験しながら、図書館の仕組みや本との関わり方を楽しみながら学ぶことができる全7回の講座です。初回のこの日は図書館バックヤードツアーが行われました。普段一般の人が入れない図書館の裏側を探検します。こちらが普段お客さんが入れない閉館書庫になります。図書館っていうところは本の貸し出しとかもするんですけれども、本を保存するっていう機能もあります。必要な資料とかがあるんですね。そのためにこうやって、閉館書庫とかを作っていたりします。この講座は今年12月まで7回にわたって行われ、5回以上参加すると子ども司書として認定されます。図書館の司書の仕事を体験できるこの講座、2回目は本のポップ作りなどを体験するそうです。続いてはこちらの話題です。6月19日から25日まで町屋文化センターで荒川区連名書店が開かれました。荒川区文化団体連盟に加盟する荒川区書道連盟、昭和57年に発足し区内で展覧会を開催しているほか、区内の小中学校などへ会員を講師として派遣しています。荒川区連名書店は会員の作品を区民に鑑賞してもらう機会として開かれました。今年で41回目の開催となり、漢字、仮名、前衛など書のジャンルを問わず様々な作品が展示されました。開催初日には会員やその友人などが訪れ、じっくりと書の世界を堪能していました。もうしばらくぶりで会うんですね。で、楽しみに今日は会ってじっくりと見ていただいてます。はい、すごいですね。エネルギッシュですごいですね。皆さんね、で皆さんお年聞くとね、結構皆さん高齢の方も多いようなので、なんか素晴らしいなと思いますね。今週はご覧の話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。